様にご案内いたします。名古屋港水族館では冬休み期間、水族館体験スクール、もっと知りたいダーウィン教室を開催します。水族館の様々な生き物をテーマに、観察やバックヤードでの作業などを行う体験1回のイベントです。開催スケジュールや応募方法については館内に置いてあるチラシをご覧ください。たくさんのご応募をお待ちしております。スタジアムのお客様にお知らせいたします。プールに近いお席はこの後のトレーニングで大量の海水がかかることがあります。ご注意ください。合わせて後ろの方もご迷惑となりますので、シャチの公開トレーニング中に通路やお席で立たないようご協力をお願いいたします。またこちらのスタジアムは時折強い風が吹くことがあります。お手持ちのパンフレットやビニールがプールに飛ばないようお気をつけください。それではシャチの公開トレーニング開始の時間まで今しばらくお待ちください。
中谷です。さあリンにもう一種目見せてもらいたいのですが、リンちゃんトレーナーのところに戻ることできるかな。さあどうやら魚を出したりして遊んでいるようですね。さあもうトレーニングが始まっているのですが、まだトレーニングに集中できてないようですね。さあトレーナーが呼びに行きます。さりんちゃん、あともう少しでトレーナーの目の前なんですが、まだ餌の魚で遊んでいますね。さあ今トレーナーから合図が出ました。リンが水中カメラのところにやってきます。皆さんは大型画面をご覧ください。サリンが近づいてきて、リンのドアップです。さあ画面下にはリンの顔が映っています。さあ今舌を出して可愛らしいですね。実はリンの右下顎にはほくろのような模様があります。今反対側を見ていますが、ちらっと今見えましたね。これはリンが生まれた時からあるリンにしかないチャームポイントですので、ぜひ覚えて帰ってください。サリンちゃんありがとう、上手だったよ。実は今可愛らしい顔を見せてくれたリンですが、今日の11月13日で6歳の誕生日を迎えました。サリンちゃんおめでとう。そして今日の10時に飼育員特製のケーキをプレゼントしました。そちらの映像がありますので、皆さんは大型画面をご覧ください。ケーキは氷とゼリーで作ってあります。制作日数は約1週間かかりました。ケーキにはろうそくとみんな大好きな魚を盛り付けてあります。さあそれをペロッと食べますね。とても嬉しそうに食べています。さあ1週間かけて作った甲斐がありました。さあたくさん餌の魚を食べていましたね。さあポーズもバッチリ決まっています。さあそこで今回の公開トレーニングはリンの成長記録を皆さんと一緒に思います。それではまずは6年前の11月13日リンの誕生の瞬間をご覧ください。リンの頭が見え隠れしています。そして誕生の瞬間です。待望のシャチの赤ちゃんが生まれました。リンの性別はメスでした。イルカやシャチの赤ちゃんは尾びれから生まれてくることが多いのですが、リンは反対側の頭から生まれてきました。そしてリンはすぐへと水面へと上がっていき、無事に初めての呼吸をしました。さあこうして無事に呼吸をして生まれてきたリンですが、皆さんリンが生まれた時どれくらいの大きさだったと思いますか？そこで今日はリンが生まれた時の実物大の絵をこちらに持ってきました。さあこちらがリンが生まれた時の大きさです。さあ今度は私と比べてみましょう。さあ私の身長が160センチあります。リンは生まれた時にはもう私よりも大きく、体長はおよそ2メートルありました。そして推定体重は160キロから180キロありました。では6年経った現在ではリンはどれくらい成長したのでしょう。実際にリンに見せてもらいましょう。さあリンがこちらのステージにやってきています。さあまずはトレーナーと息を合わせていきます。さあ今トレーナーと息を合わせて、さあ
ていますが、さあなんだか今日はお母さんのことが気になっているようですね。6歳とはいえまだまだ子供のシャチです。気になることがあるとこのように見に行ってしまうこともあるので、温かい応援をお願いします。さあ凛ちゃん、トレーナーとこ戻れるかな。ができるようになっていきましたが、ジャンプなどの種目の他に健康管理に役立つ種目もリンができるように
会場になっています。さあ今リングの体重は1200、1300kg くらいあります。でも現在のリングの体重は 1.4 トンあります。さあもう一度みんな勢いをつけて上陸です。さあ今度も上手に曲がることができました。さあ尾びれも持ち上げて、さあ尾びれをバチャバチャしていますが、さあ今パッと止まっています。さあ今1400キロになりましたね。さあリンは現在1400キロもあるんです。さあ6年間でこんなにもいろいろな種目ができるようになったんですね。さあここからはリンにいろいろな種目を見せてもらいましょう。さあトレーナーは少しずつこちら側へ移動してきています。さあリンもトレーナーのことを目で追っているんですが、皆さんシャチの目がどこにあるか分かりますか？シャチの目は白い丸い模様の少し前についています。黒い部分にあるので少し分かりにくいんですが、小さなつぶらな瞳でトレーナーの合図を見ていろいろな種目を行っています。リンがこの後近くに来たらぜひ目を探してみてくださいね。さあリンたちが右側のガラス目にやってきました。今リンにジャンプの合図が出ました。今のジャンプはとても水しぶきが上がるジャンプですので、濡れたくないお客様は今のうちにお移動をお願いいたします。さあリンがプールの底までぐんぐんと潜っていき、スプラッシュジャンプです。さあ大きな水しぶきが上がりました。さあ上手にジャンプすることできましたね。さあご褒美の餌の魚をもらいます。さあ続いてはリンはどこへ行くのでしょうか。さあ今度は左側のお客様の方で飛ぶようです。しっかりと
が勢いよくプールの底まで潜っていき、ルラッシュジャンプです。さあこちらも豪快に決まります。さあ今日はリちゃん次々と豪快なジャンプを決めています。さあそれでは最後にリンが大好きな種目スピンジャンプに向かってもらいましょう。さあトレーナーと息を合わせ、今合図が出ました。くるっと回りながらジャンプするスピンジャンプ、今日はうまく回転することができるでしょうか。さあ順調に助走に入っています。さあ勢いをつけてこちらのステージ近くでジャンプです。すごい。さあ豪快にスピンジャンプも決まりました。さあどうやらリちゃんこの大好きなスピンジャンプ少し回転が足らなかったようです。もう一度スピンジャンプを見せてくれます。さあまずはこうやって回れたよとトレーナーに教えてもらっています。もう一度。さあ先ほどよりも勢いよく回転することができるでしょうか。さあ先ほどよりも勢いよく潜っていきます。さあ今度もこちらのステージ近くでジャンプです。さあ先ほどよりも回転することができました。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。
シラシラシラかわいいね。あ、すごい。ありがとう。